キングダムエデュケーションクリスチャンライフの担当の藤田恵子です私は JCM の代表をしています、えー、暑くなってきていますけれどもこの夏若い人たちは本当に自由に神様のことを賛美したりまたキャンプでいろんな経験をすることができて本当に素晴らしい季節になっていますしかし同時に夏は誘惑の季節でもあります、えー、どうか皆さんが関わっている えー、周りの友達とか、えー、影響されないで性について自分を清く保つということを大切に考えてもらえたらいいなと思いますまたクリスチャンライフのバックナンバーとかを見てもらって性教育とか、えー、学んでいただけるといいなと思います、えー、今回はほんまかいな知りたいねんという聖書の教理の学びの二十七回目です信じたらどうなる それのパートワンです。今日は、えー、信じたらどうなるとのパートワンですが、皆さんイエス様を信じたらね素晴らしいことがいっぱいいっぱい起こるんです。信じた瞬間に起こること、もう本当にたくさんあるんですが、その中から今日は最初に。 まず義とされるということについて学びたいと思いますで義と認められるこれはどういうことかというと罪のないものとされる、えー、この言葉はです、ね、裁判の時に使う用語で無罪ですという用語なんですねつまり罪がないと認められますということですイエス様があなたや私の罪の罰を受けて十字架にかかって死んでくださいましたすべての罪の罰は終わったんです そしてそのイエス様を信じたら全ての罪が許され今度は神様にあって「義なるもの正しいもの罪のないものというふうにされるっていうことですね。そしてこれは「義」とされるということはたった1回でパンって「義」とされるということなんですね。でそれはあのちょっとずつちょっとずつ変わるものではありません。先ほどども言いましたけど 裁判の用語なんですもう有罪か無罪かどっちかのわけですちょっとずつ無罪になりますそんなことはないですね成長したら無罪になりますそういうこともないです義とされるというのはたった1回のことで1回そうなったらそのままずっと行くことになりますでは永遠に義とされるということでですね御言葉を見ていきましょうローマ3章24節 ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。ローマ4章25節には「主イエスは私たちの罪のために死に渡され私たちが義と認められるためによみがえられたからです」。だから私たちは本当に義です、ね義。義となるんですよっていう義と認められました。 別の言い方をすると、もう正しいものになっちゃったということですね。はい、えー。そしてそれは信仰によっていただくもので、行いではありませんよということです。ガラテア2章16節にはこう書いてます。しかし、人は立法の行いによって義とは認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。 ということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってでは、よってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。ですから本当にこれは何か努力をすることではないっていうことを言ってますね。 またローマ3章28節には「人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰による」というのが私たちの考えです。まあ、このようにパウロははっっきり言ってますね。じゃあ2つ目の「義とされる」っていうことでは一度義とされたものは罪に定められないっていうことですね。 日本の裁判でも、まあ、こういうことがあるんですが1つの事件例えば殺人事件とか強盗事件でもいいですけどもその1つの事件によって無罪ですこの人は、ね、この人はこれとは関係ありません無罪ですって宣言されたら同じこの犯罪なり問題に関してもう1回裁判をされてまた有罪にされるということはないんですね。 これは裁判でちゃんと話し合ってまた調べた結果一度無罪になったらもう二度と有罪になることはないということです、えー、私たちもそうなんですね一度無罪ね無罪っていうふうに言われたらこのもう一度同じ罪や犯罪で有罪にできないだからイエス様が私たちの罪の罰を全部受けてくださってもう罪の裁き終わってしまいました。だから私たちがその後 いろんな罪罪を犯ししたとててもイエス様は全ての罪です私が死ぬまで犯すすべての罪の罰をもう受けてくださって裁き終わっているわけですからそのことに対して私たちがこのイエス様を信じた後でとでいろんな罪を犯したとしても私たちがまた有罪になるということはないということですね。またローマ8章1節にはこういういわけで 今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。ローマ8章33節から34節神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか神が義と認めてくだ,さったくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか死んでくださった方いや蘇えられた方である キリストイエスがイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。ですからもう一度正しいと認められたものは二度とえっ、ー、と正しい二度と罪に定められないということですね。えー、一つの令和を話します。まあ、このお話は結構有名なお話なんですが、ある まあ裁判官がですね、裁判をすることになりました。そしてこの裁判をするときに、なんと被告を見るとですね、自分の弟だったんですね。まあ双子の弟だったんですけれども、その双子の弟でした。そして、それはとても重い犯罪で、まあ死刑になるかどうかっていう感じだったんです。まあ、この兄弟として、小さい時に仲良く。 生活していた2人ですからその状況を見たときにさあこの裁判官はどんな裁判をするんだろうかというふうに考えましたでもこの裁判官は肉親であっても罪に対して正しく裁いたんですそしてこの人は有罪になりました有罪で死刑ということになったんですねさて多くの人が この裁判官はなんてひどい人なんだろう自分の兄弟なのにこんなひどいことをするなんてって思ったんですね。ところが死刑になる前の晩にその裁判官はその自分の弟のとこに面会に行ってそして「さあ服を着替えよう」って言って服を着替えて身代わりに死んだんですね。だから 何も罪を犯してない裁判官がその罪を犯した弟のために代わりに処刑されたんですそして処刑された後そのことが明らかになりましたまあ、サイバーカーがいなくなるわけですからどこ行ったんだどこ行ったんだってびっくりしますよねそしたら弟の方が出てきたんです実際に犯罪を犯したのは弟なんですでもその罪の罰は裁判官がもう受けてしまったんです ですからこの弟を罪にすることはできないんです。この弟は無罪なんですね。代わりにもうこのお兄さんである裁判官が罰を受けてしまったからです。ですからもうこの同じ罪について罪を問われることがない。これがその義とされたものが同じ罪によってイエス様がもうすでに受けてくださったわけですから罪に定められないということの 令和となると思います。え。では3つ目です。義によって神様と平和を持つ、もう敵対関係がこう仲良しの関係になるということですね。つまり、神様は正しい義なる方です。ですから、その義なる方が罪がある人間とは関わりを持つことができません。罪の中にあって。 悪魔に従っている、また悪霊の支配の中にいるようなものと親しく交わることはできません神様は本当に清い方です。ところが人が神様にイエス様のゆえに義とされた罪のないものとされたんですからそしたら清いものとして罪のないものとして神様と正しい神様と関係を持つことができるということです。 ローマ5章9節ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。ローマ5章1節ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。 えー、皆さん、どうですか。神様からの怒りを受けるのではなくて、神様との平和がある。本当に素晴らしいことだと思いませんか。えー、神様の怒りがとどまるって、どういうことでしょうか、えー。聖書にこう書いてるんですね。ヨハネ三章三十六節の後半。御子に聞き従わない者は、命を見ることがなく。 神の怒りがその上にとどまる例えばあなたが大好きな人あなたが大切だなと思う人一緒に関わっていたい交わりを持ちたいお話をしたい仲良くしたいなっていう人を何かでものすごく怒らしたとしますどんな気持ちですかその人が怒っているのがわかるんですどうでしょうかその人の前に行くことができますか 相手はまだ怒ってるのでパッと見るだけで目つきが違いますまた挨拶をしようかなと思いますが向こうはふんって無視するかもしれませんもう本当に怒ってるんだっていうのを感じるだけでもうその場にいられないそばにいられないぐらい嫌な気持ちになりますよね私たちのことを愛してくださる神様が 本当は私たちにとって素晴らしい方なんです。でも、その神様が私のことを怒っているという状態。その状態が永遠に続くっていうことはどれほど恐ろしいことでしょう。地獄というところは燃える火の池と書いてます。神様からね。この肉体的なこの怒り苦しみっていうのを受けると思うんですよね。その場所では？ そそしてそれが永遠に続くなところで,すでもそれはそれだけではなくそこでは神の怒りがその上にとどまる私の上に神の怒りがずっとあるということを感じた感じながらずっと永遠に過ごすどれほど苦しいところでしょうか先ほども言いましたあなたが最も怒ってほしくない人 その人がずっと私のことを怒ってるんだその怒りを感じながら生きるなんてとっても嫌ですよね永遠の滅びとはそういう場所なんですだからそういう場所からそういう苦しみから本当に解放されて神様と平和が持てる怒りがもうなくなった神様は私のことを怒らない神様といい関係を持つことができる これは本当に素晴らしい状況なんですね。えー、ぜひ、このことを、ねえー、考えてみてください、えー。少し義とされるということをまとめたいと思います。えー、ローマ八章三十三節で神が義と認めてくださる。また、ローマ三章二十四節には、神様の恵みによりと書いています。ローマ五章九節には、キリストの血の代価によって。 ローマ4二25節にはキリストのよみがえられたことにより証明された義ですねそしてローマ8章1節には義とされれたものは罪に定められないまたローマ5章9節また5章1節には義とされた結果神様からの怒りではなく神様との平和を持つということが言うことができますね。 神様から私たちは義と認められた正しいものとされた無罪と宣告されたこれがイエス様が信じた時に起こった一つ目のことですでは次に二つ目です新しく生まれるとということですイエス様を信じた時に人は新しく生まれますこれは一回だけのことですね毎日毎日生まれるわけじゃない一回生まれる新しく生まれます そしてこの新しく生まれた命がだんだん成長していくんですね。そして変えられていくんですね。そのことをこう生まれたところからだんだん変えられていってキリストに似たものに変えられていくこの段階のことを成果と言います。聖 先ほどの義とされる1回だけでもう終わりですでもこれは継続してちょっと新しく生まれて生まれるのは1回だけどどん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 これから変えられていきますよ成長していきますよというなことが言われています、えー、まず、えー、エペソ2章5節にはこう書いてます在下の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのは ただ恵みによるのですと、ね、キリストと共に生かし,、ね、生かしてくださる新しく生まれるまた第二リント五章十七節「誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです」「古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました」そうなんですね。はい、イエス様を 新しく作られた新しく生まれてもう古いものはなくなってきますよっていうふうに言ってますそしてその後生まれた子供が成長するっていうことで第一ペテロ2章2節生まれたばかりの血のみごのように純粋な御言葉の父を慕い求めなさいそれによって成長し救いを得るためです」。またエヤコブ1章18節は 父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお生になりましたイエス様を信じたその時に私たちは新しく生まれたのですでは次に新しく生まれなければ天国に入ることはできないということを考えたいんですねえっとこれはイエス様ご自身が言われていることなんです ヨハネの福音書にこのように書かれています。ヨハネの福音書3章3節また5節です。まことにまことにあなた方に告げます。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。まことにまことにあなたに告げます。人は水と見たまによって生まれなければ神の国に入ることができません。でこのように この新しくね生まれなければ神様の国を見ることができない天国に入れないっていうことをイエス様ご自身が言われていますねでは3つ目です新しく生まれるとは修理や改修やバージョンアップではないということですえ全く新しくされるんですねだからなんか変えられるっていう時にこう 生まれるっていうのが一回ポンってあってさっき言ったら一回パって生まれてそこからの成長はありますよでもこの今の状態が今の状態がこう成長して努力したりとかいろんなことで変わっていくバージョンアップするとかねそういうものではないということです、えー、ですからなんて言いましょうかな時々間違ってしまうのは自分の努力で 努力で何かを変えようとしたりする時があるんです。もちろん、その努力で変えようとする行為が悪いわけではありません。でも、努力して新しく生まれるとか。努力して天国に行けるようになるんじゃなくて。神の、えっと、新しく、この今までの古い地面、新しく生まれたから。新しい性質を持って、新しい生き方ができるようになる。 とということなんですね、えー、エペソ二2十10節にはこう書いています「私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです」「神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです」とね私たちは神の作品として新しく作られました。 良い行いをすることができるものとして作られたんですだから努力してできるんじゃなくて私たちは新しい人になったからできるはずなんですなぜかその力もまたそのやるべきことも神様が備えてくださるからなんですね良い行いとは何か、えー、と貧困法制とか親切とか なんか誰から見ても良い行いのような感じのことを考えてしまいますよね。でも、そうじゃないんです。良い行いとは、それは神様が喜ばれることっていうことです。そして、神様はその良い行いさえも用意してくださる。神様が喜ばれることを私たちのために用意してくださるということです。まあ、ある中学一年生の男の子の証をしたいと思うんですが、その子はクリスチャンホームでした。 ででも自分がクリスチャンであるっていいうことを言いたくなかったなぜかというとたまたまそのクラスでですね誰かがあの信仰の話かクリスチャンの中の話をしてた時に「えっ、ー、キリスト教かよ」みたいな,なんかそんな声が聞こえたんですでその子は男の子でしたから「えっ、ー」って「こんなので自分がクリスチャンだ」って言ったら「えっ、ー」とかって言って何言われるか分かんないしかも転校して中学1年になったんですね。 だからももうとても小学校の友達一緒にいないわけですからとてもじゃないけど言え,言えないと思ったんですでも自分が神様に用いられたいと彼が願うように変えられた時に自分の勇気がないとかいろんな問題点をすべて神様にお願いしたんです彼は僕は勇気がありません自分の口からはクリスチャンとして言えませんだから相手が聞いてくるように言ってくださいそして二つ目は その時に僕がちゃんと答えることができるように力を与えてくださいそして僕が答えた時に聞いてきた相手が僕のことを嫌がったり変な目で見たりいじめたりしないように守ってくださいそしたら僕はクリスチャンだと言えると思いますでで神様にお祈りしたんですよねそしてそれから三週間後ぐらいですかねたまたま彼の家で ちょっっととクリスチャンの映画会をすすることになったわけですねそして彼はなんと学校の友達を3人誘ってですねそして担任の先生までそこへ連れてきたんですよ。今まで絶対一言も自分はクリスチャンって言えなかった彼が言えるように変えられたんです。なぜですか彼は新しく生まれているんです。その行いも神様が用意してくださってその力も全部神様が与えてくださって。 だから彼は神様に喜ばれる良いことをすることができその結果を彼は味わうことができたんですね。はい、では3つ目は今度は1個は神様の義とされるそして新しく生まれる3つ目は神様の子供になる神の家族の一員になるということですね。イエス様を信じた瞬間にこのことも起こります。 ヨハネ1章12節にこのような言葉がありますしかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子どもとされる特権をお与えになったこれはとても有名な言葉ですがこの方っていうのはイエス様のことですねイエス様を受け入れた人々またその名ってイエス様を信じた人々には神の子供とされる特権となった神様の子供 さあ神様の子供となるということはどういうことなんでしょうか、えー、神様が父親になるということですあなたが子供なんですから神の子供だったら神様はあなたの父親になるんですねですから神様の子供にしていただけるというのは本当に素晴らしいことですねそして人間の親は時々兄弟をエコヒーキしたりする場合もありますまた自分勝手なことで怒ったりとか しつけたりするかもしれませんでも神様は最高の親ですエコヒーキはしませんあなたのすべてのことを知っててそしてあなたのことを心から愛してあなたのために一番良いことを用意してくださる。それが天の神様天のお父様なんですねまあ私自身だとね、えー、人に知られたくないなと思うようなことがいっぱいありますよねもう皆さんに知ってもらったらえぇー 「こんな人だったんですかあなたは」って軽蔑されるんじゃないかなと思うようなことを考えたり時々言ったりしています。でも人は知らなくても神様は全てをご存知です。でも愛してくれるこれがあなたの父私の父なんです。本当にに嬉しいいこことですすすよねエペソ1章4節5節にははう書いてますすなわちち神は私たちを 世界の元との置かれる前から彼に会って選び見前で清く傷のないものにしようとされました神は身,身胸と身心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定め,定めておられました「ガラテア4章5節」これは立法の下にあるものをあがない出すためで その結果私たちが子供としての身分を受けるようになるためです。またローマ8章15節「あなた方は人を再び恐,え恐怖に陥れるような奴隷の礼を受けたのではなく子としてくださる御霊を受けたのです私たちは御霊によってアバ父と呼びます」。ですから 私たちは神様の子供になり天の神様はあなたの父になるということですね。じゃあ2つ目はあなたが、まあ、神様があなたの父親だったらどういうことになるでしょうか私たちは大胆に神様のところに「お父さん」とか「お父ちゃん」とかって言って近づいていける。 まあ男の子だったらもう中高生になると親父とかってね近づいていけるかもしれませんけどそんな風に近づいて話をして分かち合って相談してっていうことができるんですねそしてお父さんはアドバイスもくれるし本当にいい関係を持つことができますでもある時は必要な時は懲らしめることもあるんですねもし間違った方向に行くああそれはダメだ危険だよそれは絶対ダメ お父さん、飯ラさんっていうふうに、親として、まあ言うと良識というか、未来のことがある程度。まあ、子供の目よりは、子供の考えよりはわかりますよね。だから、親はそういうふうに助言したりとか、指示したりとか、命令したりもします。え、親の命令がすべて悪いわけではありません。まあ、まあ時々間違ってしまう親もありますけどね。でも、天の父なる神様の命令は。 100%正しいのですそして私たちを正しい道に生かすために安全な道に生かすためには懲らしめもあるということですエヘブル12章の5節から7節にこう書いてます我が子よ主の懲らしめを軽んじてはならない主に責められて弱り果ててはならない主はその愛する者を懲らしめ受け入れるすべての子に無知を与えられる 無知を加えられるからである訓練と思って耐え忍びなさい神はあなた方を子として扱っておられるのです父が懲らしめることをしない子がいるでしょうかねいないですよねまあもし安倍さんという息子にですね嘘をついてはいけない人を騙してはいけないエコヒーキをしてはいけない 自己中心で行動しないで他の人のことを他の人がどう考えるか聞くことをしっかり教えなければその子供はええ嫌われないえ嫌われる、ね、その子供は人から嫌われる子になりまた尊敬されない人になるでしょうね。そうですよねだから親がなぜそのようにしつけるのかなぜそのようにうのか。 その子が将来本当に人として周りの役に立つまた本当に人々から尊敬される子になってほしいと思うからこそけけるわけですいくらお金や地位や名誉があっても人から尊敬されない最低な人間になってしまわないためにどうすればいいかイエス様を信じて父なる神様から引きつけられる方が その人ににととっては幸せになれると思います、まあ、肉の父がその人をしつけなくてもあなたがイエス様を信じれば天の父があなたのことをしっかりしつけてくれるということですね。そして3つ目はね神様の子供になったということは神様の家族の一員になったということでもありますエペソ2章19節にはこう書いてます。 こういうわけであなた方はもはや他国人でも起留者でもなく今は生徒たちと同じ国民であり神の家族なのですと。まあ、私自身はですね独身ですですから子供もいませんまあ、親や兄弟はいますけど私の家族っていうのはいないんですねそういう時に本当に霊の家族神の家族が私の家族だな その家族を持っていることは、本当に幸せだな、というふうに思います、まあ目ではえーっと。目では見えないというか、家族として、もう世界中にたくさんのですね。家族がいるわけです。どこに行っても、私の父は同じだねって言った途端に、もう家族なんです。もう、ウェルカムとして受け入れられて、何も困るようなことはないです。こういう神の家族の一員になる、それは。 あなたや私が神の子供としてねいるというイエス様を信じた瞬間に神の子供になれたこのことのゆえにこのような素晴らしいことが起こるのですオフはオフはイエス様信じてるんやから神様の子供やろそうやオフは神様に愛されてる。 神様の子供やで。神様の子供やったら神様なんで懲らしめへんにゃえ懲らしめるってどういうことよだって出来が悪い子供やったらやっぱり懲らしめてちゃんとする子になってほしいと親やったら思うんちゃうか まあオフは出来悪いと思えへんけどでもめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ出来が悪い、まい、あ、子がおったとしても神様はめちゃくちゃその人のこと愛してるからその人がちゃんと生きれるようにと思ったらこらしめもするなそうかほんならオフのこともこらしめてほしいよな。 オフが何したえいつも僕を虐待してるじゃないか。ええー、マくんあんなんたたいたうちに入れへんやん。虐待というのはなオフよう聞いといてや。やられた方がどう思うかやねんで。やっ ってる方が「ちょっとちょっと」って思ってもやられた方が「これはあかん」と思ったら虐待やねんでそうなんかせやけどオフそんなにくまくん虐待するほどやった思えへんけどなもうそんな陰湿ないじめとかしてへんやろ陰湿ないじめってなんや 例えばな、せやな、褒め殺しって知ってるかえ褒め殺しなんやそれ例えば、熊くん見てな。熊くん、ほんまにイケメンやな。いよいよ、それほどでも。いやー、かっこええで。なんか、熊のぬいぐるみの中で世界一になったって聞いたけどほんまか そんなわけないやろえへへ,へ,へいやいや、熊く,くんはなかなかハンサムやから、CGN でもなんか評判やって言ってたで。そうかほんでな、裏に回って、あの熊く,くんばっかじゃないの あんなに嬉しそうに。何がイケメンだよね。イケメンなわけないだろう。調子に乗って、いやいやとか、にやけちゃって、最低だよね。とか、言うのが、陰湿な褒め殺しのいじめ。はあ、めちゃくちゃ陰湿やな。なんか、オフの、 いつもの叩かれるのなんか大したことないと思ってしまうせやろだからオフのこれぐらいは大したことないよでも神様やっぱりオフこんないじめたらなんとかくらしめて神様を信じたらどうなるか 今日は素晴らしいことを3つ学びました1つは義と認められる罪のないものとされますねだから本当に安心ですよねもうあの裁かれるってうことが絶対ないっていうことですまた2つ目は覚えてますかそう新しく生まれるですだから今までは罪の性質を持って神様の喜ばないことしかできなかったかもしれない もう新しく生まれたのでこれ,は神さこれからはもう新しく生まれたものとして生きることができるっていうことですね。いうことですね。そして3つ目神様の子供になる神様から特別に愛され、まあ、時々は懲らしみも受けでも神の家族として、えー、本当に生きることができる素晴らしいですね。また次回はこの続きをやってみたいと思います。では お祈りをします愛する天の神様イエス様を信じるとどうなるのか本当にあなたが素晴らしい救いを与えてくださって天国に行けるようになっただけでも素晴らしいのに「義と」と神様から「義」と認められて「義」とされてそして新しく生まれてまた神の子供とされること。 本当に感謝いたしますどうか実生活の中でこのことをしっかり生かしていくことができるように助けてください私たちクリスチャン一人一人はもう新しく生まれたのですもう古いものは過ぎ去ったのですどうしてかつてのような生き方を選ぶ必要があるでしょうか新しく生まれたものとして神様に喜ばれる生き方ができるように助けてください また神の子供として神の家族としてお互いが助け合うことができるようにも導いてください。この時を感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン